さあ、なんと今日はですね、関西ジャニーズジュニア一斉アンケート。関西ジュニア50人にアンケートを取ってくださったそうで、アンビシャスボーイズビー、リトル関西、あとフレッシュな関西ジュニア合わせてちょうど50人やったと。なるほど、本当本当50人の合計得点によって、はい、まあランキングをつけていこうということでございまして、50人、めっちゃ嬉しい。ほんまにもう一大企画です。すごいな。いや、これはちょっと楽しみやわ。めっちゃ楽しそう。今までで一番楽しみかもしれない。そうマジで。しゃしゃ、おめでとう。ありがとうございます。オッツー、ちょっと僕はどうなるんだ、僕はどうなるんだ。最初のテーマは、はい、王道アイドル。やっぱりこのやつはあるんや。まあ、避けて通れないっていうのと、うん、そうかそうか、だからメンバー内で決めたんとはまた違うのがなるやろってことか。ちなみに、的企画付けではリチャード君は6位でございます。だって自分でも6位にしたんだから。これはまあでもマッサンとかありそうな気するけどな、やっぱなんか、まあ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 、ソロコンやってたやん。それすごいよなだってさ、それでさ後輩めっちゃ関わっとってさ、うんうん、本気よ。こともねえよ。必死すぎるって。必死すぎる。俺じゃん。メガマッチやな。そうなんだけどさ、そうでしょ。さあ、僕たちが関西ジュニアからどう思われているのか、まず1位から。お。1位は。おお、やっぱり末澤くん260点。めっちゃ高ない。点数の付け方、そういうことか。僕から300ポイントがあるから300点満点。そうだな。え、じゃあすごいな、じゃあ大半を末澤さんが、ありがとうございます皆さん、本当におい、こび読んだ。そんな感じちゃうやろ、急に動画上だけこび読んだ。ご飯行こうな。やば、行かへん、やば、行かへん、連れてったことはない。ご飯行こう、俺ら連れてきます。俺ら連れてきます。お前な、考えたらな。さあ、そしてアンケートをスタッフさんがピックアップして面白いくださってるということで、じゃあちょっと何個かチェックしていきましょう。ボーイズビー伊藤淳くんから、王道と言ったら末澤くんやし、ザ・アイドルって感じ。あー、いやー嬉しい、淳ありがとう。いいね。そうか、ちょっとなんかお前黙んなよ。俺1位やぞ、黙んなって。なんか続くんかなと思った。もうちょっとなんかあるやん。さあ続いて、あアンビシャス浦陸斗くん、可愛い曲からかっこいい曲までこなせるから言ってたね。確かに何でもできるっちゃ何でもできるよ。ちょちょちょ、お前じゃあ後輩から見てそう見えてんのがもう全てや。それがそんだけ見せてるってことやな、で、まあどんどんいきましょう。続いて2位の発表です。王道アイドル第2位は246点獲得、まさかの。やったぜ。結構大きいさ。ありがとうございます。まあじゃあ、これやで、例えばな、こんな魚がな、ソロコン、まさかのソロコンやってなかったとしたらやで、絶対まさかのことを歌もできて、ダンスもできて、喋りもできて、ザ・ジャニーズ、絶対、まあ、ソロコンはいいな。あ、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ないやん、そんなさっき、そう、じゃあさっきどうやったけど、今、そん続いてもお願いします。研修生、太田空くん。お、空、太田空、トイレの中でもキラキラしていて横に並べませんでした。何それ、巻き散らしてたってこと。え、絞れた。何、どういうこと。めっちゃ思うよ。え、やめろ、その前もやめろ。その前もやめろ。2位のダメージじゃないで。お前自分ら覚えときや。知らんで、ほんま。続いて第3位の、あ、そろそろ言ってくれ。どこ2人まで分かってんねん。もうそうやねんな。オートアイドル第3位はこちらです。207点獲得、福本大成。しゃー。アイドル曲とかやってたやん。そうそうそう、アイドル曲やって逆に3位ですか。やめてよそんな。じゃあ大成の第3位の理由聞いてみましょうか。まずはこちらです。
リトル関西岡崎小太郎君、どんな曲でも似合ってしまう。似合ってしまう。嬉しいんじゃない？めちゃめちゃ嬉しい。うん、結構リトルとかあのさっきの研修生とかじゃなくて、ずっと一緒に活躍してたリトル関西から。そうやな、確かに、うん、長年見てっていうのは嬉しいな。うんうん。何それ？続いてこちらです。アンビシャス井上知多君、いつもギャグをしているけどライブで一緒の時にやっぱり王道アイドルだと実感しました。あざます、知多。一緒に曲やってたもんな。ね。あ、そうかそうか。そうそう。どんなやつやったっけ、うん、それ。やめてそれ。それやめてよ。王道アイドルにハートのやつ貼ってるから。王道アイドルにやめてよ、それは。第4位はこちらです。132ポイント獲得、佐野正也。おお、え、正也、だるいって。佐野、お前だるいって。メンバーの中で見たら俺が5位かもしれんけど、ちゃんと客観的に見たらちゃうかな。お前だるいって。俺5位やんけ。おい確定させない。いや、俺分からん。まだチャンスくれや。分からん。正也が4位の理由聞いていきましょう。5、ボーイズビー、上垣浩二。6位、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 あ、そうか、この辺の下のやつも出てくるんや。そうなんだ。6位、やばい、上垣浩介くん。一番ふざけてると思う。はぁ、はぁ、浩介。生きてる。だから俺らが真面目に、ファイヤーバードとかプライドとかやってる時に、ふざけてんねん。あそうだ、お前。ドラム叩きながらふざけてるって思われてる、うん。計算してふざけてんすけどね。まだわからんか。なんで上垣に煽るの。上が着てきちゃうで。中学生で。わかんなくなってる。まだまだ行きましょう。こちらです。佐藤宗志くん。佐藤宗志くん。第6位に選んでいます。理由、劇団にいそう。どういう理由だ。え、だから、俳優顔ってことなんじゃない。まあ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 、まあ、俺ら見てくれたのかな、YouTube とかも。あの YouTube からすんごい余裕はないんですよ。俳優顔って。え、それ嫌なの、うん、うん。いや、嫌じゃないけど。うん、嫌じゃないけど、異常なほど言われるんですよ。いろんな現場で会う人、会う人におかしいぐらい言われるって言われるんですよ。ドラマでキャスティングしてくれた人にキリッとしたイケメンじゃないからお願いしましたとか。自分で言うのやめようか。そのほんま誰もいじられへんわ。さあ、残るは小島とリチャ君。はい、ビリは一体どっちなんでしょうか。気になるな。ジャスティス。第5位、121ポイント獲得、小島健。そしてビリのリチャード君、84ポイント。2桁。ついに来た、2桁来たね、ビリー。オツ。ちょっと俺のこと6位にしたやつ全員教えてます。なんか怖い怖い怖い。まあ、本気の目してますね。5位の小事件から、アンビシャス吉川太郎くん、6位を選んでます。もはや王道を捨ててしまった。あれ、まあ、お前が決めるね。え、そうな？王道捨ててない。でも後輩から見たらもう、そういうふうに見えてる。もう王道の道行かへんって決めたよなって見えてる。道に抱えてますよ、王道は。ガチ。抱えてはいる。抱えてはおる、そうか。じゃあ続いてアンケート見てみましょうか。リトル関西西村拓也。アイドルなんて可愛らしいものじゃありません。こいつほんまに。え、ちょっとこいつの暴露あるんですけど。何やねん。やめなさい。ほんまに。でもちょっとあれやわ。あの、リチャ君多分イライラします。マジでこいつら今まで俺と喋ってきて何見てきたんだ。じゃあ6位の理由聞いていきましょうか。ボーイズビー池川由紀は面白い方が強い。これは可愛い。マイルドだ。まあまあね、なんかいい、まあ、そうって思ってくれてん。確かに、まあ、どんどん見ていきましょう。こいつはアンビシャス岡優里、こいつ貫禄が王道アイドルとはかけ離れている。貫禄、貫禄があるってことや。そういうことや、そういうことや。だから確かになんか、まあ、悪い、うん、傷つかんのありちゃっていう感じじゃないよ。ちょっとすごいもん。まあ一つ目、王道アイドルランキングで。なるほど、嬉しい。こういう感じか。嬉しい、良いやから。嬉しい。良いで、そんな。いや、これだからマジでテーマによっても全くわからなくなってくるな。うん、そうね。遠いとらな、うん、メンタルケアできんわ。いろんなテーマで質問してくれてるはずですから。そんなだからな。いや、これもでも、せいやくんにまあ有利っちゃ有利よ。まあまあまあ、衣装担当。うん、そうやね。で、僕らのね、格付けでもせいやくん堂々の1位ですから。そうだね、うん、関西ジュニアが選ぶ
A グループで一番おしゃれなメンバーはまだいいもんな、この人です。まあまあまあ243点獲得、末澤誠也、ありがとうございます。これもまあまあまあ、そうだな、まあ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 、言えやすいわな。末澤1位のやつだけなんか全部もう出しといてもらっていいっすよ。確かに。なんかアンケートもなんか PDF かなんかで送ってほしい。いや勝手に PDF か、なんでプライベートで見なあかんのよ。こっちの携帯で見といたらいいやんか。いや思わないやろ、俺一人でこれ自分で見とくん。まずこちら見ていきましょう、はい、お願いします。ボーイズ B 亀井海里くん、え、私服もおしゃれでお下がりもくれます。お下がりくれる、知らんかった。あのマネージャーさんが出してる、まとめて、そんな初めて知った。そういうところか。奥村くん、どんな服でもさらっと着こなす。あ、おもんないパターンやな。でもさらっと着こなしてるな。でもさらっと着こなせてないってことやから、どんな服やっても。奥村からしたらな。そういうやつやから、これ好みやもんね。一好みやから、そう、だからそう、一好みやだから。さあどんどん見ていきましょう。しゃあ、第2位188点福本大成。あ、俺か。じゃあ、俺が入ってくるやないやろ、それ。わかるやろ、ガチでさ、全然呼ばれへんな。呼ばれへん。第4位、この人です。168点、小島くん。おー、いや、全然嬉しない。なんでだ、なんで、なんで1位やと思ってたの。1位だ、1位だったんや。もう、全然嬉しくない。じゃあ、もうそれ、全然嬉しくない。奥村くん、6位に選んでいます。下駄はない。シンプルですね。シンプルやな。ないとか思い出きれんなよって感じやけどさ。まあだから、まあ好みやからさ。そっか。さあ、残るは私正門と佐野雅也。理解されない。B は一体どっちでしょうか。まあ、理解されない。5位161点正門、ビリ116点佐野。しゃ、しゃ、おめでとう。もうだって5位とビリの天才エグいもん。エグい。お、ボーイズビー亀井海里6位に選んでます。衣装の方が似合います。つらい。これおもろいの、海里の好きな先輩は真っ青の、だからもしかしたらその男らしい感じよりはちょっとキラキラした綺麗めな感じが好きなんかもしれない。なるほどな。続いてビリ佐野くん。俺気になる。気になりますね。後輩がどう思ってんのかが気になる。そうよ。研修生渡辺大河くん。あるやん、それ。 A グループの YouTube 格付けランキングを見て決めた。あ、これはちょっとだな。いや、でも入ったばっかのことわかんないじゃないですか。タイが不練習な子やけど、俺のことを尊敬する先輩で名前挙げてくれてるんですよ。そうなんだ。でも私服は見たことないんじゃない、そのちゃんと。あ、まあ会ったことないかも、私服では。まあしょうがない。まあもしかしたら次のアンケートでおっていうのがあるかもしれない。見て、そろそろ来ないとね。マサイのフォローするちゃんと。リトル関西西村拓也。俺の方がおしゃれ。これめっちゃおもろいやん。これはでもな、これはでもマジで拓也の方がおしゃれやん。かわいい。仕事しろや。働けや俺のために。これめっちゃおもろいやん。これはだいぶ変わってくる。これ絶対俺メンバーからみんなと後輩からだいぶちゃうだね。これはちょっとここで撮っとかな。これはだいぶ変わる。これここ二人に負けたら腹立つわ。確かに。そう、だって洋服あげてるからね、せいやと。俺ら、おらんところでやってんねんって。見えんところでなんか、何気にお年玉も一番最初にあげてるからね。うわ、大丈夫。みんなおらんところでも俺やってないから。知ってます。一番やばいんや、お前。安心して、裏で何もやってない。第1位から発表、よろしくお願いします。1位、216ポイント、小島健。ありがとうございます。ですね。分かってましたけど、ありがとうございます。納得する。これはもうほんまありがとうございます。納得納得。ね、ちょっと理由の方も聞いていきましょうか。やっとや。1位に選んでます。ボーイズビー亀井海里くん。海里コメント多いからね。いつもふざけてるように見えるのに、裏では中身がすごく男前。いいとこ見てるわ。これもうガチやな。ガチや。こだわりの生き方ですからね。他にも見てみましょうか。リトル関西岡崎小太郎、小島さんに勝てる男前はいない。顔面、性格、生き様の全てが男。あ、生き様とか嬉しいんじゃない、性格とかさ。生き様とかも嬉しいかな。認めろや。嬉
いや嬉しいですよ本当に、ありがとうございます。じゃあ第2位発表してもらいましょうか、はい、お願いします。お2位212ポイントまさかの、ありがとうございます。トロコです。トロコもそうやな。まあまあこれもわかるわ。まあまあ、まあ、そうやね、うん、ボーイズビー千田葵くん1位に選んでくれてます、ありがとう。優しくて心が広いと思います、うん、さりげなくフォローしてくれるところが好き。あもう好きやもんな。好き、好きいただいたよ、うん、嬉しい。いいですね、ありがとう。せんちゃんまさかのくんの気遣いはさりげないよ。そうそうそう、ありがとう。そうそうそう、抜かりないからね。じゃあ続いて第3位の発表いきましょう。168点須田沢聖也。おーこっちでも入ってくるか。はい、です。157点獲得福本大成、ありがとうございます。さあビリだったのはどっちなんでしょうか、発表お願いします。ビリは148ポイント獲得、佐野雅也。号外号外。怖い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 、嘘や。まさに今まで後輩と喋ってた時間全部無駄ですか。なんかごめんな。ちょっといやもうこれ理由めっちゃ気になるわ。いやちょっとまずじゃあ5位の理由から、さってめっちゃおもろい、リチャ君の理由から見ていきましょうか。佐田和真くん1位に選んでます。リハーサルの時に言葉を発さず凛としていて男前だ。逆にね、あってたやつね、やっぱそうなんや。そうだ、やっぱそういう見方もあんねんて。科目じゃないけど、そうそうそう、みちゃんあんま喋らへんから背中で見してるんですね。アンビシャス岡ゆりくん6位に選んでます。男らしい瞬間を見たことがない。岡ちゃんはおかしいと思う。そこは認めへんねや。そこは認めへんな。岡ちゃんの前で男らしい瞬間出してる。そうそうそう、ビリのマサヤです。ここでまたビリやぞお前。いやこれやばい、これもこれでマサヤビリ。ちょっとってほんまにでも後輩と絡んでんのビリしかとない。怖いっすよねここまで来ると。ボーイズビー池川幸也くん6位に選んでいます。あなるほど。 A グループの中にいるとき幼く見える。これはいいんじゃん、最年少が出てるってこと、うんうん、そうだから、まあ、ある意味なんか可愛いってことや、ね、だから、うん、悪いことなのかやな。これいいよ幸也。幸也ちょっと他も理由見ていきましょう。リトル関西岡崎小太郎くんから6位に選んでいます。まだまだ可愛いトイプードル。そのさ、怖っ怖っ。何この怖っ。岡崎くん、岡崎くんさっきからやばない。コタちゃん、裏で俺をなんか可愛い可愛いしてくんのよ。絶句。初めて俺絶句の瞬間出会ったわ。YouTube で初めて A グループが黙った。黙ったな今。大きいやねんけど。リトカンとか後輩通る時のコタローとなっちゃうんよ。いや、腹やな。いや、ほんまにショックやで、これ。おもろい。そろそろマサヤがいいやつくるんちゃう、ランキング。次のテーマに参りましょう。はい、次何 ?A グループの中で面白いのは誰？来たやん、マサヤ。もう来たな。これはその来たんすよ。なんか気使って俺に有利なやつ。これは来たな、マサヤ。あ、そりゃそうやな。これでもさ、え、みんなガチ、え、これ1位欲しいん？正直。いや、欲しいよ。いや、それ欲しいよ。最近さ、俺とマサヤだけじゃない？マジでめっちゃサボるよな、最近。怖ない。YouTube ショーツ見返してみ。小島から始まって佐野で終わってんの全部。全部作ってくれて俺がなんか一言言ってみて。何もしてへんぞ。イエーイとかやってるだけやんな。YouTube ショーツの話。いや、マサヤもうやめとこう。順位で見せつけよう。いや、そうよ。順位で見せつけて。まあ、そうやな。そう。だからもう、順位悪かったらそんな言うなよ、もう。面白くないってことじゃないから。俺はちょっと順位悪かった、納得できんわ、ほんま。だから上位2人ってことやな。1位2位どっちが上位2位やな。うちら4人に圧倒的差をつけて1位2位。そうやな、確かに。フィニッシュしてくれないと。行こうぜ。ね、ほんまに。さあ、まず第1位から発表していきましょう。はい、第1位は。ほんまどっちか入ってて、ほんまに。この方です。これじゃなくていいんよ。256点、小島健。しゃい。俺らうん、1位ボーイズ B 丸岡康生くん、まるちゃん、小島くんは笑いの天才、まありがとう、うん、天才やいつもありがとう、ね、天才よほんま。さあ続いていきましょう、はい、アンビシャス岡由里、本気でつぼるぐらい笑かしてくれた回数が自分の出会った人の中で一番多い。
めっちゃいいコメントやな。他を笑かしたことないと思ってた。ところが笑ってた。でもツボってんねん。よかったよかった。もうベタ褒めですよね。ところがすごい。だって圧倒的な点数じゃない。256点っていうのも。だいぶ嬉しいです。すごいすごい。ね、2位行きましょうか。はい、ここよ。これ。2位ですよ。マサヤもな。入るよ入るよ。うん。パンツフィニッシュしよう。第2位の。見てくれてるとかいう声も聞くしね。待ってる待ってる待ってるよ、ぼっちで。それでは第2位の発表お願いします。224ポイント獲得、佐野雅也。トップバッター。アンカーよろしくね、これからも。アンカーってないし、トップバッターのアンカーってない。認めたやん、小島が。ちょっと雅也の理由も聞いていきましょう。アンビシャス岡ゆりかん。多いな。多いな。うまいですよ。うまいやな。うまいや。関係上手。ちゃんと書くんや。いいね。頭の回転が超速くて、よくこんな面白いボケ思いつくなって思うことが多々あると。さあ続いていきましょう。はい、今井大地くん。ポテンシャルは測りきれない。嬉しい。やば。先輩からの一票、嬉しいな、これ1位で選んでくれてる、しかも、うん、そう、すげえ。これはでももう、何の文句もない、うん、それ以外なんかな。じゃあ6位の人、今日のこの動画終わりのラストギャグ、あ、それはおさわしい、一応おもんないのに。そう、一応おもんないから、おもんないからやんの。頑張って、面白くする。でもその後、1位の実力見せつけたってな。あ、そういうことやな。ほんまや、その差を見せつけましょうよ。で、悔しくなってお笑い頑張ろうと思うやん。そうそうそう。それでは第3位の発表いきましょう。192点獲得、福本大成。しゃあ、あす。いやでも嬉しい、最やった。大成の理由お願いします。ちょうだい、アンビシャスの大地リオン君、1位に選んでます。ステージ上でやるギャグが面白い。あざす、一番ほんの褒め言葉じゃん、これ。いやほんまに褒めやってる甲斐があるよな。さあどんどん行きましょう。河本春樹君、勉強もできるし、お笑いも一流です。尊敬してます。おー、やば、一流って、一流。それがすごいな。二刀流なんかすごいな、ほんま。すごいね。ありがとうございます。じゃないからね。でも、わかった。これはお前、ちょ、みんなギャグを求めてくれてるって、わかった今日。うん、頑張る。ほんまるわ。じゃあ続いて第4位の発表、いきましょう。166点獲得、リチャード。リチャードは166点なの。アンビシャス真由美武之君、1位に選んでます。自分のキャラを最大限に活かしてて、振られてもすぐ面白く答えれる。あ、素晴らしい、ね、素晴らしい。福井幸四郎君、第4位に選んでいます。ちょっと辛辣な理由ですけども、福井君っぽいわ。言わせていただきます。おるな。舞台上以外だとボケない。まあ、おるな。キャラですから。リチャードはほんまそうやな。うん、確かに確かに。第4位で結構辛辣なコメントが増えてきましたね。確かに。お前な、もういいよな、別に暴力。うん、あ、珍しい、せいや君が。お前、ちゃちゃっとやってますか。ちゃちゃっとじゃダメよ。ね、しっかり現状を見ろよ。まさかのと末澤ですけども、はい、6位の人がギャグしてもらって、まあ、その後もう絶対滑るから6位やのか、はいはい、で1位のギャグ見てその差を感じて頑張ろうって思ってもらった。さあそれでは5位とビリの結果発表に参りましょう。81点、まさかの。2桁いきましたか。まっさんビリか。なんやの、もう俺は思ったんだ。ちょじゃあまず5位のせいや君の理由からいきましょう。はい、竹村翔君、2位に選んでいます。ツッコミが非常に面白く、いじられキャラとしてのポジションを確固たるものにしていると思います。ありがとうございます。アンビシャス吉川太郎君、6位に選んでいます。あ、個人よりも周りの人を面白く引き立たせる。そういうこと、そういうこと。そうやな、めっちゃいいやん。いい風に見てるやん。確かに6位でもこの理由はいいな。5位で嬉しいわ、全然。さあまだまだ私ビリ、まさかどの理由。初ビリちゃう。初ビリ。ボーイズ B、 亀井海里くん、面白くないのがいいと思う。だから王道アイドルやから、まあ、そんな面白さなんかいらんと、うん、確かにな、アイドルほんまに使われてるから、そういうことなんや。そうか。上垣浩介くん、おい、面白いことをしてるところを見たことがない。おい、これさ、結構漫才みたいなの知らなかった。やりましたよ、ほんまに入ってすぐぐらいの時。そうやな、
あの時もだから何してんねんこいつ、なんで選んだほんなら漫才しながらこいつおもんないなって思った。まさかのがブラックなってきてるぞ。ダークの分出てきたまさかのがネタ書いてきたんコウスケでしょ。そうやで、コウスケが持ってきてこれ読んでくださいって、読み方もおもんないんかいネタも書いてへんし読み方もおもんない来た、俺の言うこともできひんのか来たぞまさかのが、はい、悪い部分出てきた。それではおもしろランキング B のまさかのさんの一発ギャグです。どうぞ。一発ギャグ、タイムマシーン。あ、こんなとこにタイムマシーンがある。乗ってみよう。ピロリ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 ン。うーん。チッチッチッパー。3秒後の世界ようこそ。わあ。面白い。やっぱあれ文字にしても面白いタイプの方ですね。なんか。お手本見たいよ、6位。毎日よろしくお願いします。みんなそれぞれ自分のさ、携帯で撮ってさ、はい、家帰って見返しよ。あ、確かに。そうする。1位のギャグを撮って。ほんましっかりとちゃんと家で見てほしい。はい。ギャグってのはこういうもんだっていうのを、はい。はい。面白いランキング1位、小島健のギャグです。どうぞ。あ、タイムマシンがある。乗ろう。ブイーンクシャブーン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 こうなってしまったやつ時空の狭間で阿波踊りできるかおいできるか返したよ、返した。さすが、さすが1位さすが1位勢いになった、ほんまに結構させていただきました。すごいこのランキングいらアイドル1位だ、入れよ全員じゃないよ、いいよいいよ、怖いなこっからやで、ほんまに恥ずかしいぞ、取ってもらえよ。なんでよ、んでよ、もう10年間返してや。関西ジュニア、みんなアンケートありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです、本当に。関西ジャニーズジュニア一斉アンケート後編でお会いしましょう。コウスケだけはちょっと怖かった。怖かったわ、ほんまに。お前ガチすぎやわ。あと、タクヤ口悪いか。そうだ、悪いね。おかちゃん、アンケート上手。ありがとう、おかちゃん。頑張ってくれ、おかちゃん。おかちゃん、ありがとう。